CNN などによりますと、ロシアのプーチン大統領が18日、多数の民間人の遺体が見つかったウクライナのブチャで活動したロシア軍の部隊に対し、名誉称号を授与したということです。プーチン大統領はこの部隊について、偉大な英雄的行動と勇気を祝福し、特別軍事作戦の手本となるような存在だとして称えています。VTR でもお伝えしました製鉄所に未だに市民の方が多く残っています。ごめんなさい、失礼しました。そんな中でごめんなさい、ちょっとさっきの授与のニュースがちょっと悔しい思いで読んでしまいました。すいません、冷静さを保ちます。ウクライナ東部での戦闘が新たな局面に入ったといいます。ここからは安全保障軍事戦略がお専門の防衛研究所高橋杉雄さんに解説をいただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。